ついにあの宮本武蔵が吉岡道場に挑戦状を叩きつけた。対決は3日後の夜。え、宮本武蔵が吉岡に？本当かよ。あの宮本武蔵が吉岡と果たし合いだって。おい、俺にも一つくれ。天下無双の座をかけた一世一代の大勝負が始まるよ。さあ、大変だ大変だ。帰るのか、今日に。ああ。お主には世話になったな。あんたには一杯食わされたよ。まさか奈良で丸目さんに会うとは思わなかった。うん、丸目のやつとはかれこれ20年来の知り合いなのじゃ。かつては同門だった中でな。悪く思わんでくれ。同門？まさかあの新影流のか。そうじゃ、わしも石州祭も丸目もみんなかつて新影流の祖上泉信綱殿の教えを請うた中。今でも奴の頼みとなったら聞かぬわけにはいかんのじゃ。そうだったのか。それよりもお主、気になることがあるんじゃないのか。ん？何の話だ。あのお春とかいう少女の話じゃ。ああ、理由もわからないままあいつを守れと言われてもな。何をしたらよいのかわからないところもある。そうじゃろうな。だが今は気を待て。どういう意味だ。時期にわかるということじゃ。そろそろタヌキじじいが重い腰を上げて動き出すじゃろう。そうすれば事態は変わる。お主にもお春という少女が何者なのかおのずとわかるはずじゃ。タヌキじじい、一体誰だ。まあ、そのうちお前の目の前に姿を現すじゃろう。その時はまあ一つ面倒を見てやってくれ。何か狐につままれてるみたいだな。もっともだ。だが今はそれでええ、それでええんじゃ。まあ話は分かった。それじゃあ俺は今日でそいつが訪ねてくるのを待つ。ではさらばじゃ。達者でな。ああ、それじゃ。Hey!
てきたんか、桐生の旦那。吉野、何してるんだ、こんな場所で。踊りのお稽古の帰りなんや。そうか。鶴屋の方はどうなった？ああ、もうお店の方の修理も終わってな。ちょうど今日から新装開店や。ほら、おはる、ちゃんと旦那に挨拶せな。はるか。困った子や。でも旦那が出かけてた間、この子ずっと旦那のこと心配しとったんやで。旦那にもしものことがあったらどないしようてね。よ、吉野さん。照れることないやんか。で、どないやったの、旅の具合は。ああ、これといった収穫はなかった。そう、旦那も大変やな、いろいろあって。ああ。じゃあ、うちらお店戻るわ。ああ。おじさん。ん？今夜、お店に来てほしいんだけど。ダメ？ああ、わかったよ。話したいことあるから、絶対来てね。ああ。ほなね。Thank you.
どうしてなんですか。アニちゃん、そんなことしたら吉岡は松代まで腰抜け呼ばわりされてしまいますぞ。アニちゃん、聞いてるのですか。聞いておる。だが果たし合いにはいかぬ。宮本武蔵などという男と戦う必要がどこにある。ですがしかし、くどい。行かぬと言ったら行かぬ。無論お前もだ、伝四郎。兄じゃ。ああ、これは失礼。兄じゃ、お待ちください。私の話は終わってませんぞ。兄じゃ。まあご覧の通りのざまだ。清十郎さんは果たし合いにはいかない。で、俺はどうしたらいいんだ。明日の晩、日の落ちる頃、連大野に行ってくれ。連大野？やつ、宮本武蔵を名乗っている男はそこに来るのか。ああ、来る。まあ逃げ出すという可能性もあるかな。なあ、一つ聞いていいか。なんだ。伝七郎やその他の門弟たちは試合を見に来るのか。それはない。連大野で果たし合いをすることを知っているのは清十郎さんと一部の皇帝だけだ。それに伝七郎さんには果たし合いの場所を伝えてない。安心しろ。わかった。明日の日没に連大野だな。あんたに吉岡の未来がかかってる。頼んだぞ。Yeah!
か。こいつ。Yeah!
よっしゃ。よっしゃ。にしてやるのか。
んまに顔出してくれはったんやね。ああ、ところで遥は今別のお座敷の手伝いしとるわ。あの子ももう心臓やからな。ガムロの時と比べたらそりゃもう忙しそうにしとるわ。そうか、遥はもう心臓になったのか。なんな嬉しそうやね。なんかほんまにおはるのお父ちゃんみたいやな。いや、そういうわけじゃない。あいつを辛い道に追い込んでしまったのは俺だ。でもあいつが頑張ってるって話を聞くと少しホッとするんだ。そないなこと心配することあらへんよ。多分あの子は遊女になったこと後悔してへんはずや。なぜだ。失礼します。あ、おはるやね、入り。ほな、うちは別のお座敷があるさかい。ごゆっくり。ああ。で、俺に用があったんじゃないのか。はい。何も座敷だからって堅苦しくなるなよ。で、何の話だ。明日。明日、おじさんは果たし合いに行くのかなって。明日の果たし合い。うん。明日、宮本武蔵が果たし合いをするって。そんな話、誰から聞いたんだ。お客さん。今、今日の街で噂になってるって。そうか。で、どうして俺にそんなことを聞くんだ。え、だって。お前は、俺が宮本武蔵だと思っているからか。私だってそうは思いたくないんだけど、あの鈴が。それに鶴屋が火事になった日、おじさんが何をしていたのかもちゃんと聞いてないし。俺は明日連台野に行く。え、連台の？宮本武蔵と吉岡が戦う場所だ。どうして、どうして行くの。やっぱりおじさんが宮本。違う。明日そこに来る男がお前の両親の敵なのかどうか確かめるためだ。でも行くしかないんだ。行かなければ何もわからない。分かってくれ。はるか、もしかしたらお前は大変なことに巻き込まれているかもしれないんだ。どういうこと。鶴屋であの日板倉を殺したのは丸目という男だ。奈良に俺をおびき寄せたのも丸目だ。だが俺はその男からお前の身を守ってほしいと言われた。え、なんで私を。
いや、わからない。ただ嫌な予感がするんだ。俺たちが知らないところで何か大きなことが起ころうとしているのかもしれない。こうなったらそれを知るためにも宮本武蔵を名乗る男を見つけ出して話を聞くしかない。じゃあやっぱり行くのね。ああ、俺は絶対に生きて戻る。そして真実を突き止める。約束する。うん、分かった。私おじさんの帰りを待ってる。ああ。
そうか。やはりお前が宮本武蔵だったか。あんた、どうしてここに？それは俺の方が聞くべきことだ、武蔵。待て、俺は当時に頼まれ、あんたの代わりに来たんだ。
どのような理由であれ、俺の目の前にいるのはお前だ、清十郎。本心ではお前が来ることを願っていた。俺はお前と戦いたかった。刀を抜け、武蔵！二刀か。これでもはや言い逃れはできぬぞ。やはりお前が宮本武蔵。うん、やるしかないんだな。ああ、俺の燃える心を鎮められるのはお前だけだ。手加減はできねえ。望むところだ、武蔵。
事だ。宮本武蔵。武蔵よ、頼みがある。弟伝七郎頼む。伝七郎、お前をここに呼んだ男が吉岡の裏切り者だ。何だと、当時が。ああ、しっかりしろ、しっかりするんだ。俺は剣士としてお前と戦いたかった。だからここへ。やはり剣は捨てられなかった。清十郎、当時は伝七郎殺すはずだ。何だと、伝七郎は今どこに。三十三間堂。三十三間堂。伝七郎は当時からそこが果たし合いの場所だと。分かった、俺が伝七郎を救う。清十郎。ご苦労様でした、桐生。いや、宮本さん。清十郎先生も甘いお方だ。最後の最後に自分が負けた敵に吉岡の未来を託すとな。お前は上だ。今あなたに三十三間堂へ行ってもらっては困ります。吉岡の未来は私たちが作る。まさかお前が当時と通じていたとはな。私たちにとっては当主が誰であるかよりも吉岡という名を廃れさせないことが大事なのだ。これからは当時が中心となって新たな吉岡道場に生まれ変わる。そのためにあなたの名を利用させてもらいますよ。俺をここで殺し清十郎の敵討ちを果たしたと言いふらすのか。ご明察、もはや後戻りはできないのです。何やつ。キリュウ、伊藤さん。煮物だ。待たせたな、キリュウ。どうしてここに。高越から話を聞いたな。体の方は問題ない。
動きたくてうずうずしてたとこだ。くそ、やつは何者なんだ。キリュウ、お前早く電子論とこへ。しかし大丈夫だ、あの対象格の男は俺が抑える。お前はすぐにあの鳥居を目指せ。あの鳥居を抜ければすぐに落外に出られる。一刻も早く当時のところへ行け。分かった。クソ、皆の者、うろたえるな。こうなったら二人とも死んでもらう。皆の者、かかれ。
Let's go.
俺が相手だ、当時。もう来てしまったのか。ずいぶん早かったじゃないか、桐生。いや、宮本武蔵。お前の目的は上田から聞いた。もう諦めるんだ。なぜだ。俺は清十郎に約束した、伝七郎を守ると。ほう、清十郎がそんなことを。やはり実の弟は可愛いということか。俺は約束した、その約束を守るだけだ。剣を交わして通じ合った心とでも言うのか。美談だな。何を。まあそう怒るな。実は俺もそういうのは嫌いじゃない。関ヶ原で初めてお前を見た時から、俺は剣士としていつかお前と対等に戦ってみたいと思っていた。だがもう遅い。時間は元には戻せない。俺は吉岡を奪い、剣豪として歴史に名を残す。そのための策は万全だ。どういう意味だ。お前は何もできないということだよ。宮本武蔵。何。もしここで俺を斬るような真似をすれば、あんたの素性は今日の町中に知れ渡る。あんたの正体を吉岡の門弟は皆知ってる。俺がここで殺されでもしたら、奴らは黙っちゃいない。あんたが宮本武蔵だということを言いふらすだろう。貴様、仕方がないことだ。門弟たちのすることだ。俺には止められない。まあ間違いなくあんたは今日の町で生きていけなくなるだろうな。当時、まあここはお互い大人になろうじゃないか。あんたは俺を見逃し祇園へ戻る。俺は伝七郎を殺し吉岡を継ぐ。当然あんたの正体は隠し続ける。これが一番いい解決だと思うが。何のまねだ。お前なんかに吉岡を渡すか。離せ、離
黙らせこの野郎。アリジャが守った道場を渡して黙るか。黙れこの出来損ないが、邪魔だ。ん、何のつもりだ。目が覚めたぜ。何だと。俺はお前を倒す。それが今俺がすべきことだ。だが俺が死ねばお前も。そんなことはどうでもいい。清十郎が思い出させてくれた。俺はここから逃げてはならない。俺はお前を斬る。それが俺の信じる道だ。やはりそれがお前の答えか。ならば俺がお前を斬るのみ。宮本武蔵。あんたはもう用済みだ。来い。ぶっ殺してやる。
すまない。え？俺はお前の兄を切った。許してくれ。ありがとう。吉岡を守ってくれたのはあなただ。兄も最後にあなたと戦えて本望だったでしょう。